大のギャンブル好きで売れっ子芸人ながら多額の借金を公言している霜降り明星の粗品さんが自身の X や YouTube チャンネルを更新し、競馬で当てた万馬券の払い戻し金すべてを石川、能登半島地震の災害義援金に回したことを明らかにしました。粗品さんは YouTube で現在の借金総額は1億円弱あることや、所属事務所吉本興業には2500万円ほど借りていることを明かした上で、この借金を返済するためにも大穴の馬券を複数枚購入したことを報告しました。購入馬券の総額は213万円で、貯金残高は17万円になりましたが、1レース分の万馬券が見事に的中し、合計払い戻し金額は2423万3700円と大勝ちしたことに歓喜した上で、使い道については寄付に回すと宣言しました。その理由については、俺が持っててもしゃあない、こんなんどうせキモい使い方してゼロになりますからね、こういうのは寄付した方がええわと語り、振込画面を公開して全額寄付したことを明らかにしています。払い戻し金は一時所得に分類されるため、1200万円弱が課税対象となり、数百万円の税金を支払うことになりますが、もちろん、この一時所得にかかる税金も払う、と語っています。これに対してネット上では、借金残ってるのに寄付するの常人には理解できんくて好き、泣けるぐらいかっこよいやん。目立ちたがり屋のアホな男、借金している人に返すのが先やろ、投資額を除かずに的中金額そのまま寄付するのが粗品すぎる、単に寄付するだけじゃなくて芸人としての寄付の仕方してるのかっこよすぎるわ、一時所得にかかる税金も払いつつ、しかも怪しい団体ではなく石川県の公式にダイレクトにってところがもうほんと神。粗品は面白いとは思わないが、こういった行動には頭が下がる思い、1億借金があってこういう行動を起こせる人は粗品ぐらいしかいないんじゃないか、そのあたりは尊敬。今年の好感度を1月に上限まで上げて年末までに払い戻す男などの声が上がっています。動画の冒頭で約1億の借金があることを明かしながら、借金返済ではなく全額寄付に回すという行動はちょっと理解できないですが、自分が持っていたら競馬に消えるだけとして被災地支援に回そうと考え、即行動に移すというのは素晴らしいと思います。粗品さんは奔放な言動をめぐってたびたび物議を醸し、年明け早々にも生放送番組でプロフィギュアスケーター羽生結弦さんをディスる、ネット上では炎上騒動に発展していましたが、その一方では以前からギャンブル等で得た大金を寄付するなど積極的に慈善活動も行っていることで称賛されています。2019年に発生した京都アニメーションでの放火殺人事件後には、競馬で当てた約115万円を全額寄付、2020年5月には競輪で205万円の配当金を手にし、プラス分の105万円を公益財団法人日本財団に寄付、同10月にも競輪で獲得した約326万円の払い戻し金のうち、プラス分の約250万円を同財団に寄付しました。また、同7月には YouTube のライブ配信で視聴者から送られた投げ銭を公益社団法人日本透析医会に全額寄付したことを明かしています。そして、今回は過去最高額となる2400万円以上を寄付しており、これによって結果的にはマイナスになっていて、今後さらに借金が増えることが懸念されますが、芸人としてさらに活躍して借金もきちんと返済していってほしいです。